リゼカールディーラーは概要欄からどうぞということで決まっていきたいと思います。本日はですね、生まれ変わっても身につきたいスキルトップ5ということで,ですね、もしね、なんか僕が異世界転生とかして、生まれ変わったりとかして、で、今自分が持ってるスキルの中で、これは絶対もう一回持った状態で生まれ変わりたいというものをですね、トップ5ということでま,あまとめていきたいと思います、はい。独断と偏見とですね、科学的根拠に基づいて今日も解説し,していきたいと思いますの、ね、で、よろしくお願いします。 じゃあやっていきましょうはい、えー、生まれ変わるたに見つけたいですけどトップ5、えーえー、やっていきたいと思います第5位習慣化力です、はい、やっぱねあのね習慣化の能力って僕ね学校とかで教えたりとか教えるっていうかトレーニングするべきだと思うんですよなんでかっていうとやっぱりね 自分に課せられた運命とか、あとは環境ね、家庭環境とか、えそういうものですよ。自分で選べないどうしようもないものってありますよね。これは唯一乗り越えることができるのが習慣の力なんですよ。はい。なんで、やっぱり逆境とか、自分がどんな状況に置かれたとしても、それをですね、乗り越えていく力っていうのは、僕はすごい大事だと思うので、で僕だからね、もともと習慣化のスキルって全然なかったんですよ。なんでかってうと習慣化って今言った通り、スキルなんですね。大抵の人は、自分は何やっても続かなくて、って、性格と結びつけちゃうんですよ。習慣化の力を。え違うのと。 習慣化ってテクニックであり技術なんですよ。これを学べば別に誰でもできるようになるので、ただ筋トレとかと同じで、誰でも筋トレしたら筋肉つくでしょそれと同じでトレーニングしないとつかないんですよ、習慣化の能力っていうのは。で、これをですね、見つけましょうということですね。はい、一応、概要欄の方にですね、僕の超習慣術って本とかリンク入ってます。で、これ、Amazon のオーディブルだったら、オーディオブックだったら、あの無料で聞けるようになってますんで、よかったら見てみてください。まあ、いろんなコツがあるんですけどね、でも本当に習慣って結構、ちょっとしたことでできるようになりますよ。例えば、いつもやっている作業をワンステップ減らす。 例えばじゃあ皆さんがいつも運動する時にえーねえたの前に行ってスポーツウェアを取り出して。 で、スポーツ用の靴を取って、でそれをバッグの中に入れて、さあ出かけようみたいな風にしてるんだったら、靴その靴とその服を先にバッグの中に入れた状態で前日にの夜に玄関とかに置いとくんですよ。こうするだけで、要するにステップを一つも二つも減らせますよねで。こうするだけで実は習慣を実行できる確率ってのが上がったりとかするので、結構おすすめでございます、はい。そんな風にですね、いろんなコツで習慣化の力身につきますので、やってみてください。第5位でした。はい。は続いて第4位いきましょう。第4位は、 メタファー力です、はい、メタファーって何かというと簡単に言うと例え話のことをメタファー、えー、というふうに言いますメタファーですね、えー、これどういうことかというと実はね例え話が上手い人であればあるほど男女関係でもモテるし仕事とかでも儲かりやすいということがですね研究により判明してるわけなんですよすごいですよねだから例えるあのよく話が上手い人って得するって言うんですけどあれ具体的に言うと例え話が上手いってことと聞く力が 高いいっていうこの2つがほとんどの人にとっての話がうまいということの正体なんですよ。だから話うまくなりたいなと思う方はですね例え話をうまくできるようにすることと相手の話を聞く力傾聴というテクニックで僕もよく D ラボとか、えー、この YouTube のチャンネルとかでも時々、ね、出てくる話ですけどこの2つを鍛えてあげることによってかなりですねトークスキルって上がるんですよ。特にこのメタファー例える 力っっていうののはやっぱりでででですすねプライベートもも仕事でもすごく使えるのでだから僕もやっぱり例え話をうまくするための方法をめちゃくちゃ勉強しましたね。うん、それによって今ねこうやって動画配信とかもできてるわけなんで、えー、ぜひですね、えー、例える力、えー、身につけてみてください。一応概要欄の方にね、例え話のごくいいっていう D ラボの動画ありますんで、まあ、興味ある方はぜひ見てみてください。というわけで第4位でした。えー、では続いていきましょう。第3位。第3位は。 コピーライティング力です、はい、言葉を作る力っていうのは、どの時代でもですね、やっぱり大きな力を振るってきましたで。おそらく AI とかがこれからできるようになるんじゃないのっていうふうに言われてるんですが、でもね、コピーライティングがむずいと思うんですよ。やっぱりセンスだったりだとか、あとはそのね、独特な考え方があるってみんな思ってる人が多いからなんです。実はでもね、コピーライティングってかなり科学的な、えー、テクニックなわけなんですよ。データを取ったりとかして、相手の心をどう動かしていくかとか、人間のま心理的なね、あのー、まあ心理学的なですね、特性とかを上手に使ってあげると、相手の 心をを動かすすよようなそういううななななそい言葉を作れるようになるにわけんんですね、はい、なんでねコピーライティングのスキルっていうのはすごく重要です。これもコピーライティングもなんかそうだ、今日と行こうみたいな、はい、おしゃれなコピーライティングと相手の心を動かしたりとか行動を変えるコピーライティングっていうのが実は違うんですよ。でこの行動を変える方のコピーライティングの方僕は今、えー、話してます。はい。ジョン・ケイプルズさんとかは有名なんで、興味ある方は映画やらの方におすすめの本として入れておきますので、よかったら見てみてください、えー。第3位でした。はい。では続いて第2位いきましょう。第2位は、クリティカルシンキングです。はい。 クリティカルシンキングっていうのは批判的思考ってそのままだとあの訳されちゃったりとかするんですけど簡単に言うと自分の考えをいろんな方向から物事をいろんな角度から見れる力これがクリティカルシンキングですね。例えば じゃあ自分はじゃあこういうものはいいというふうに決めたとしますよね。でもちょっと待てよと。自分はこの角度で見てるんだけど、逆の立場から見たらどうなるんだろうか、世代を変えたらどうなるんだろうか、あえてそうじゃなかったとしたらどうなるんだろうか、みたいなふうに、一つの考え方にとらわれないで、いろんな角度からものを見る力、これをクリティカルシンキングというふうに言うんですね。これも鍛えられるんですけど、逆に言うと、鍛えないと、どんな天才も持っていない力、それがクリティカルシンキングなんですよ。しかもこのクリティカルシンキング、鍛えると、生まれつきの天才に勝つことができると言われている 唯一の能力なんですね生まれつきのやっぱ才能とかを持ってる人にはなかなか勝てないじゃないですか。とはねクリーカル神経だけは訓練によるものなんで勝てるんですよ。 はいまあ、さっきの習慣のテクニックと同じですね。ぜひですね、クリティカルシンキングもおすすめなんで勉強してみてください。有名な本だと、ゼックミスターさんの本なんかが有名ですけど、これも一応概要欄の方に入れてはおきますけど、あとはまあ D ラボでもクリティカルシンキング結構紹介してますんで、ぜひですね、勉強してみてください。あと、クリティカルシンキングができるとね、メンタルやみづらくなりますよ。一つの方向だけで物事を考えてる人って、この一つの方向がダメだったりとか、叩かれたりとかすると、それだけでやっぱり心が折れちゃうんですけど、そういうことが起きないんですよ。クリティカルシンキングがあると。なぜかっというと、この考えた だったらこの考えがダメだったらこう考えてみようこう考えてみようっていうふうにも違う方向で物事を見れるようになるのでおすすめです、はい、では最後第1位これは絶対欲しいはいもうほんとこれだけでもいいっていう力ですね第1位はストーリーテリリングです、はい、ストーリーを作る力って本当にすごい才能なんですよ 例えば僕らって例えば物を説明したりとかして相手の頃を動かしたりとかえあの物をねあと文章を作ることによって物を売ったりとかいろんなことをしますよねところね文章そのものを売れる人っているんですよ小説家とか作家さんだったりだとかこのねストーリーテリングっていうのはね本当に強烈でなぜかっていうとどんな細かいデータだったりだとか客観的な意見よりも 物語だけが実は人の心を大きく動かすんですよ。物語出されたらどんなデータも勝てなくなっちゃうわけなんですよね。例えば聖書なんかそうですよね。聖書ってあれ、ね、どこまで本当かわからないですけど、物語になってるじゃないですか、ショートストーリーに。だから実際に神様がい,いるのかどうかとか、イエス・キリストがいたのかどうかってことはわからないんですよ。わからないんだけど、みんなあれ信じてるでしょ、何千年も。あれは、あれがストーリーの力なんですよね。はい、実際悪い方向に使われたら大衆扇動って言って、まあ、ヒトラーみたいなね。ああいう悪いことにも使えるし、いい方向に使ったら、 知らせにすするるためにも使えるっていうこれがストーリーテリリテングの力なんですよ、まあ、細かいレベルとかだったら恋愛とかでも使えますし相手を説得するためにもストーリーの力ってかなり使えるんで、まあね、僕やっぱストーリーテリングはね今でも勉強してますけどいやあの生まれ変わってもやっぱり水につきたいだなというふうに思っております。はい でこのストーリーテイリングなんですけど、細かい話をするとものすごく大変なんですけど、結構ね、日常でメリットをですね、得たい人だったら、結構簡単に勉強することはできます。基本さえ知っていれば。でそんなストーリーテイリングの基本をですね、今日の動画の概要欄、えー、コメント欄の方からですね、d ラボで見れるようにしてありますんで、よかったらチェックしてみてください。えー、聖書でも使われる最強の話術、ストーリーテイリングを使いこなすにはという動画ですね、これめちゃめちゃおすすめなんで、見てみてください。 本当ストーリーテリングさえ使えれば自分で稼ぎます自分で稼いであの自由な道すねやっ,ぱり道は M っていうのは物語を作れる人間のやっぱ特権なんでサッカーさんとかもそうですよねうんなんでね是非、えーね、勉強してみてくださいというわけで、えー、今日はですは、ね、生まれ変わった身につきたいスキルトップ5をご紹介しました続きの動画は是非概要欄コメントの方から d のボでお待ちしてますバイバーイ